こんにちは大好きシーサイド始まりました第十七期シーサイドイメージガールの小川美久ですはいということで本日五月五日は子供の日そしてゴールデンウィークも明日で終わりということなので家族サービスでお疲れのお父さんも多いのではないでしょうか後ほどそんなお父さんを癒してくれる素敵なゲストさんが 登場しますのでぜひお楽しみにしていてくださいそして最近私がハマっていることなんですけれども実はヨガと筋トレにハマっていますまあ、そのきっかけがですね私のサークルの夏の合宿が海に行くんですよでみんなで海に行くということでやっぱり水着を着るじゃないですかでそこでやっぱりかっこよく ビキニを着たいいなと思いましてみんなでサークルのみんなで話していたところちょっと私が調子に乗っていや今年の夏私腹筋女子になるからみんな見ててと宣言してしまったんですよ。というわけでそこからもうみんなに綺麗な腹筋を見せるために必死に腹筋トレーニングに励んでいます。きっっととととこここの夏は腹筋女子にななていいるででしょうということなんですけれども やっぱり冬の間サボりにサボっていたおなかもぷよんぷよんでしてねもうなかなか引き締めるの大変なんですけれども必死にトレーニングしていますそしてヨガなんですけれども私の友人がすごくヨガにハマっていましてでそのおすすめでやってみようと思ったんですけれどもその YouTube で検索すると手軽に家でもできるということが分かったんです。 YouTube で朝ヨガ、夜ヨガと検索して、よく家でやっています。で、夜のヨガがとっても気持ちよくてですね、お風呂上がりの温まった状態でヨガをやると、私朝結構苦手なんですけれども、寝つきも良くて、朝もパッと目が覚めるんですよ。私目覚まし、鳴っても鳴っても起きないタイプなんですけれども、目覚ましが鳴る前に、あっ、 起きられた私みたいなことが最近多くなってですねすごく嬉しいところです皆さんもぜひヨガやってみてくださいそれではここで番組インフォメーションですえこの番組では毎月25日発行のこちらのフリーペーパー東京シーサイドストーリーを元に私たちシーサイドイメージガールがお台場や臨海地区のイベントやファッション グルメなどお得な情報をたくさん皆さんにお届けしますそして東京シーサイドストーリーというのはですねお台場臨海地区の情報を紹介している産経新聞社発行のフリーペーパーでショッピングやグルメ、イベント情報がたくさん載っています湾岸エリアのマップも載っているのでとっても便利になっていますよそしてこのフリーペーパーはお台場地区の各施設や臨海線 ゆりかもめの各駅さらに東京タワーにも置かれているので是非皆さんお手に取ってみてください今月号からリニューアルもされまして表紙もかわいいこちらのイラストに変わりました内容もより分かりやすく見やすくなっているので是非お台場臨海地区にお越しの際は皆さんもチェックしてみてくださいそして 番組内でイベント情報やお店紹介を出しますのでインフォメーションしたい方はぜひお問い合わせくださいお問い合わせはアドレス seaside.jp ままででメールでお願いいたしますそれでは皆さんお待たせいたしました本日のスペシャルゲスト小田明日香さんです よろしくお願いします,しますではこちらにお座りください、はい、よろしくお願いします,しますでは早速ですが、はい、小田さんをご存知ない方ももしかしたらいるかもしれませんので自己紹介いただいてもよろしいでしょうか、はいえー、身長170センチバスト93のアイカップ58センチ90センチのヒップ グラビア界のセクシー番長こと小田アスカです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速もセクシーでもフェロモンが感じています,、はい、す。あら、ちょっと今日出してます。もう素敵なもう黒髪で、<laughs> もうとってもセクシーな小田さんなんですけれども、はい、よろしくお願いします。もう今日は本日のゲスト小田さんにもいろいろとお聞きしていこうと思います。はい、もう何でも ないんでそうすねセクシーお姉さんにたたくさん質問していいいきと思ます早速なんですが先ほど冒頭でも私今年の夏ビキニを綺麗に着こなせるセクシーなボディーになりたいと思っているんですけれども小田さんのスタイルの美の秘訣なんかいつも気をつけていることなどあったらぜひ教えてほしいと思います。そうですねあの お酒をたくさん飲みますあそうなんですかあのやっぱり、はい、なんかストレスっていうのが一番あ体にもやっぱ肌とか心にもよくないと思うのでうやっぱまず第一はストレスをためないっていう割と好きなものを食べて好きなものを、はい、飲むっていうのは。あ してますねでもやっぱそれだけだとどうしてもやっぱこう身になってしまうので私も筋トレはそうなしてるんですよで私走ることはちょっとやめてるんですね。っていうのも胸が胸って脂肪なのでこう走ることによって揺れると燃焼しちゃうのとあとクーパー人体帯っていうのがきてちゃって。 垂れていってしまうので、で走れない代わりにプールに、お、はい、プールいいですね。やっぱ筋トレだけだとダメだし、有酸素だけだとダメなので、どっちもバランスよくあ、そうするっていうで私はジムとジムで筋トレとあとはプールですね。あ、そうなんですか。特に筋トレで鍛えてる部位とかなんかやり方とかおすすめあったら、そうですね。でも 女の子はあんまり太ももの前とかにはあんまり筋肉つけると、うんはい、あそうですねちょっと張っ,てる張ってる感じになってしまうのでっなミニスカとかそう<ー>ミニスカとか水着とかを着た履いた時に、はい、やっぱこの足がねやっぱりねうキープしてしまうま、ね、ので、うん、あの足の裏側だけ鍛えるとかへあとやっぱこうひねる系のあ くびれを作るやつとか、あとは腹筋台で、あの足をかける。ところありますね、こういう手で持てる場所あるじゃないですか。仰向けになって、そこを持って、あの足上げ。はい。あ、それは。あれですか、太もも。の筋トレ。そこは下、下っ腹です。はい。だか普通の腹筋台。 使うときとは逆の向きで仰向けになって、あ、あどういうことか。あ、分かります、分かりました。仕上げをする<ー>それもあの上からあの全部動かすんじゃなくて、一番きついところだけ、はい。あ、この下の一番きついところ。はい、こうやってる方がいっぱい動いてるし、はい、そうですね。素に見える実はここだけしか動かさない方がい、あ、こっちの方がいいですね。きついんですよ。 ええ、ずっと力がかかっている状態なので。ああ、そう、ね。それはぜひ、どこのジムにもあると思うので。そうですよね。ああ、うん、チャレンジしてみたいと思います。ぜひ、ぜひ、やってみてください。そうなんですね。はい、でも、こんなセクシーなボディをお持ちの、小田さんなんですけれども。特技が、なんと、軟体ポーズ、ということなんですけれども。はい もしこの座った姿勢でも、もし見せていただけるものがあったら、そうです。座った姿勢でいいなってすごい結構な難題難題を言いますね。ちょっと難しいですかね。さわやかな笑顔で。あ、じゃあそうですね。カメラがちょっと前にあるので、本当一番得意なのがあの立ちブリッジなんですけど、あ、それもちょっと気になります。見切れちゃいそうなので、あ、そうですね。ちょっとここでできるものを失礼しますね。よいしょ、よいしょ。おお。 <女>すごい綺麗しなやかですね。確かにはい。もセクシーもう何体ポーズもセクシーですね。背中も結構柔らかいので。あそうなんですね。はい、えー、もう素敵なポーズを見せていただいて <laughs> もうテンションが上がってしまいました。背中の柔らかさん結構グラビアで必要だったりするので。はい、そうなんですね。はい、いろんなポーズをするのに柔らかさは必要ですね。ですね。やっぱこう女性のこの胸からお尻にかけたこのカーブが やっぱグラビアはそのポーズで一日中撮影したようなもんなのでそうなんですね柔らかくないと結構腰痛になったりとかええそうなんです結構腰痛に悩んでるグラドルさんがえー知らなか結構いるのでグラビアやりたかったらあの柔らかくしておいた方がいいですね背中と腰はじゃ背中と腰も柔軟機会があったらトレーニングしておきますそうなんですね 小田さん、ワンちゃんを飼っているとお聞きしたんですけれども、んであんまりメディアでワンちゃん飼ってるっていうの、もしかしたら初めてかもしれないんで、めっちゃテンション上がってるんですけど、いはい、ヨークシャーテリアの男の子の写真が、くーちゃんです。ちょっとぽい,遠いのかかかなもしかしたらあ見えますかね もう可愛い,いお目目がクリックリで、そうなんですよ。可愛い,いですね。もうね、はい、なんかまあ飲むのすごい好きなんですけど、あのまあ一人でも全然外で飲みに行ったりとか目までしてたんですけど、まあ犬が来てからはもう犬片手にグラス持ってるのが幸せすぎて、はい、もう最高ですね。うもう可愛い,いワンちゃん抱いて。そうなんですよ。 もうただでさえ女子会とかしないのに、はいあうね、もう全然なんていうの外の飲み、うん、飲みのコミュニケーションが、はい、もう取れないくて、<laughs> <laughs> でもあんな可愛いワンちゃんがお家で待ってると思ったら本当に帰りたくなっちゃいますよね。一番もう酒のつまみになりますから、うそうですよね。そう,そう犬が。 えもう最高ですね、うん、本当に可愛くて今はワンちゃんとお家で過ごすことが多いですかそうですそうですそうなんですねでうちの子本当可愛いから、はい、多分私よりも稼げると思うんですよ、はい、あそうなのそう、えー、でなんか。 今ほらスターダストさんとかにも動物部門とかあるんですよ。ワンちゃんのモデルでインスタとかで可愛い子探してきてスカートとかするらしいんですけどでもやっぱりこうねちょっとストレスとかかかっちゃうと思うんでそうですよねでも機会があったら何かこうメディアに一緒に出たいなっていいですね共演とかね期待したいなって一個夢ですね。そううなんですか動物関係のの番組方も <laughs> 可愛いらしいワンちゃんと共演もお待ちしてますって感じですよね。じゃあお酒をお家で飲むことが多いってお聞きしたんですけれども、まあそうですね、ワンちゃんが来てからはですけれども外でも飲みますよもちろん。あでんかあの特技,あ特技じゃない趣味がお料理って書かれていたんですけれども、はい、おつまみなんかも自分でチョジョって作っちゃったらできるんですかですもしかして。はい あの逆に私なんか結構男っぽいところがあって小麦粉グ 1g 単位とかで測るとかができないのでお菓子とかはほんと作れなくてパンとか作っても絶対膨らまないと思うんですよ。あれ重要らららしいですかかねだから 本当に男の人が休日サラリーマンが休日作るような料理しかできないんですけど、うんえー、いやでもそれなんかお酒とかお家で飲んでてパパッとおつまとか、はいはい、そう簡単な料理が出てきたらもう、うんうん、男性ポイントめちゃめちゃ高いですよねす意外とだから女性っぽいものは作れないけど、うんはい、意外とねいいのかもしれないですけどね,そうなんですね何かちょっと簡単な私とかでもちゃちゃっと作れるようなおすすめのものあります？うんすね、今ほら なかなかユッケとか食べられないじゃないですか。そうですね。生ハムでユッケが作れるんですよなかなか。そうなんですか。生ハムとキュウリを千切りにして、えっとごま油と豆板醤とすりおろしニンニク、あ、すりおろしニンニクでちょっとこうグニグニとああ混ぜ混ぜていただいて、で,、はい、で形作ったらうん、うん、あの真ん中に卵を落として白ごまかけて。<あっ> <laughs> そうそれで完成ですか。行きます。多分これ百百、ね、円ローソンとかに行けば全部揃いますよね。あそうです。もうちょっと近所のコンビニで百円ローソンでできる。しかもちょっと高級感も出るので。確かに。うん、もうそれがなんかお家で出てきたときには、雪、うん、作れるのと思ってありますよね。安全だし。そうですね。確かに,確かに <laughs> 生ハムだと間違いないです、ね。でも結構ねしっかりしたなんていうんですかねガツ。 ガッツンとしたつまみになるので、うんうん、あ、そうなんですね。おしゃれっていうよりは結構、あ、しっかり居酒屋メニューみたいな感じで、ーえー、すごい。ちょっと今度作ってみようかなと。ぜひぜひぜひ。思います。簡単簡単、えー。すごいですね。えー、なんだろう。あ、お酒が好きだとお聞きしたんですけれども、はいはい、何か失敗談とかあったりしますか？私は <laughs> <laughs> まだ学生なんですけれども、ああこれから。 もっとね飲む機会が増えるかなと思うんですけど、ね、本当に強くて、はい、<っ>そう、ね、酔っ払う時って、ほらあのー、めっちゃ普段健康な人で、一、うん、年に一回くらいしか風邪ひかない人って、はい、その一回の風邪が辛いじゃないですか。あ、そうですね。そういう酔い方なんですよ。あ、じゃあもうすっごい飲んじゃった時に、はい、もうドーンと来る感じですか。でインフルエンザでちょっと飲めない期間が続いて、はい、で飲める喜びで、あの。 あのね、ゴールデン街で酔っ払いすぎて、はい、花園神社がすぐじゃないですか花園神社に行ってなんか大声で叫んで楽しくて、えー、あの年末なんですけどすよりによって芸能の神様のいるところでうそう何をしたんだって思って <laughs> 来年の仕事なくなるぞって思って <laughs> <laughs>、ね。 も酔いが覚めると同時にさあってなっちゃって次の日、ちゃんとシラフで花園神社に行ってお賽銭投げてあの日は本当に申し訳ございませんでしたと私、インフルエンザにかかってましたちょっと羽目を治ってのめる喜びで羽目を外しましたっていう神様にとってはどうでもいい言い訳をしました。そうなんですね あ、そんなことがあったんですね。やっぱ病み上がりはね、あの体もついていけないし、でも気持ちが結構大きくなっちゃうから。そうですよね。やっぱり気をつけないといけないですね。もう学習しました。これから。結構最悪な方な。あの。そうです。エピソードなんだよ。いやいや。でも本当何があるかわからないですからね。もうお酒は気をつけます。私もはい。気をつけてください。 もうすごくいろいろなお話が聞てたんですが、はいはい、今絶賛写真集がそうなんです発売中だということなんですけれども、ぜひ、はい、ちょっと見せていただけますか、はい。4月の24日にえっと高文社さんから発売されましたセカンド写真集聖域です。あもう表紙からもう素敵でそうすごい正義、ね、なんてすごい。 マイグレトサンクチュアリなんですけど、はい、こんなすごい大層な名前を付けて頂い,いて、はい、でも中身は本当になんかセクシー番長というよりはあの自然体というかそうなんですよ、えー、あの体よりも結構可愛く撮ってくださるカメラマンさんで可愛いい顔とかの方が全然この。はい 体を見られるよりも恥ずかしくてうん、うん、あそう、ね、<laughs> 逆にちょっと変わってるんですけどそうなんですか <laughs> なんか見せられるページがあるしたら、えーえー、中身気になりますよね少しねお気に入りのページを厳選して見せていただきますよこれが結構好きですねおお<ー>えもうっぽいこのね素敵ですね帯が <laughs> 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 このねちょっと マリリンモンロー並みの<ー> <laughs> ちょっと大人っぽい感じで、はい、感じとかねあいいですね。あとはそう結構普段は海外で撮影 DVD とかと撮るんですけどあそうなんです、ね。ファースト写真集も海外だったんですけど<ー>見せちゃいけないページがある <laughs> 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 今回は、はい、ちょっとなんだろう憧れの上司とうんうん、うん それも既婚者の男性とちょっとちょっと危ない関係の温泉旅行だったり、<ー>ちょっとホテルに来ましたみたいな感じのちょっとはい,はい,、はいね、はい作品のテストになってて、うそうなんです、ね、ちょっとよりリアルな感じで服装とかもねなんか何で,、ね、でしょうねちょっと清楚系な感じのも入れていただいて、ううんうんうん、そうなんですいつもとは違ったそうですね。 乗っている写真集。これ見せられるかな。ああ、そうです。これはちょっとキワード <laughs> <に>。もうだから自分の感覚がわからなくなってますね。<laughs> 分かんない。この辺からは、うん。山本すごいページあるんですけどね。ちょっと, <laughs> ょっと刺激的なね。かなりたくさんありますりさ。この辺はえっとまだ桜の咲く前の川津ですね。うそうなんですよ。あ、いいですね。はい。まあこれくらいちょっとまだ0.5分咲きくらいな。 分咲きくらいの河 <laughs> 津の桜でしたけど、えーね、今年は河津もちょっと桜が遅かったのであそうなんですかこういう感じのもう魅力的なページがたくさんあってそうですねはい結構だからセクシー番長っていうと本当峰富士子ちゃんみたいな<ー>こうボンテージとかを結構着ることが多いんですけど一生<あ>では今回は割となんだろうもっと身近に感じてもらえるような なんか近くにいるあのお姉さんくらいな感じなのですごくはいあの結構怖がられることが多いからあそうなんですねそうなんですねセーだからうんそうですよねで今回のははいあのとつきやすい作品になってますので初めての方にもはいはいおすすめなのでぜひぜひですよろしくお願いします手取ってみてください Amazon で あ、アマゾン。買えますよ。発売中。一時期品切れでしたけど、今。また。補充されてますので、皆さん。そう、発売中です。お願いします。で、とってみてください。その他にも、小田さん、たくさん、いろいろな番組ですとか、活躍されて。いますよね。ありがとうございます。この収録の後にも。そうなんです。アベマティービの。P チャン、ピチャンネル。はい。ピチャンネルという。収録があるんですよね。これが。はい、あの。 毎週土曜日の今24時から ABEMATV で放送されてまして平成のぶしこ子しの吉村さん、うん、ジョイさんみひろさん,うん、うん、あとグラドルの倉持ゆかさんと、うん、その他大勢の愉快なグラビアの仲間たちと <laughs> ピーチっていうのがそのお尻っていうイメージの桃なんですけどあううで、ね、みんな水着になってましてお尻を。 はい、元気よく、振るという。あの、エクササイズ的な情報番組です。嘘だけど。ちょっと昭和テイストな、ちょっと笑える。ちょっとこう、セクシーマリッツみたいな。本当に、あの、疲れが吹っ飛ぶような感じ。いいですね、もう。番組なんですが。6月でちょっと、終わってしまうんです。よそうなんですよ。はい、でも。ね、すごく。 おしまれる声がたくさんあって、6月に向けてあの最終回に向けてあのあとねもう少しこうドカンとあの打ち上げたいなと思ってるんで皆さんご協力お願いしますぜひぜひ生 TV で無料で見られますので生放送で12時からでしたっけはい夜の12時ですね遅い時間なんですけどね。 はいぜひ皆ささんチェックしてみてみください今夜よかったらお会いしましょう <laughs> あとはラジオを今あの冠だから初の冠番組で,でタイトルが「オダースカとキングダム」という<ー>キングダムというのがうちの,の DV のメーカーなんですけどそ,す、ね、そこに出てる女の子たちを各州で呼んでうん つまり格週は一人喋りなんですよ。あ、そう一人不安ですよね。そう。わかるわかる。冒頭のね、5分とかもね、あ、頑張ってんなって思いながら。そました。はい。それが毎週金曜日の23時半から15分なんですけど、ラジオ日本で放送されてますので、こちらもぜひチェックしてみてください。お願いします。そして、あ、そう大切なこと忘れてました。えっと。 あ、こちらもですね。五月十九日にイベントです再来週ですかね。はいはい、はい。えっと四月末に出た二十六枚目の DVD オリエンタルビジョンのイベントが五月十九日、うんはい、えっと午後の二時からと午後の五時から土曜日ですね。はいあります。えっと DVD イベント結構今全国回ってて、あそうなんですね。すねちょっと東京が ちょっと最近お留守になってしまった。そうだったんですね。お正月以来とか年明け以来なので、じゃあもう皆さんも待ちかねですね。上た皆様、あの私が潤してあげますので、秋葉原にソフマップで2会場あります。詳しくはね、あのツイッターも SNS、あのインスタも Facebook もはい手当たり次第やってるので、もう小田さんのツイッター、Facebook 詳しくはなどでぜひいただけたらなとチェックしてみてください。そして 本日プレゼントをそうなんですよいただけることにはいいいですかお見せしてはいこれなんですけどね皆さんものすごい便利グッズなんです,こ,んですこれがこれですねこれからの季節に役立つうちはあ涼しいけん<運>はい私あのファンの方が五十代くらいの方が多いんですけど、はい、イベントであの私を あすかちゃん登場ですって言った時にみんなが「あすこちゃん」ってすごいようにイベントとかでファンの方に呼び込みの時に使ってほしいなという意味を込めてあとみんなに汗かきだからすごい大きいカメラぶら下げてすごい汗かいてるからうちはとそのメガホン皆さんこちらをなんとお高いでしょ いやいやいや今回はね1名様だけになっちゃうんですけどプレゼントをはいもうサイン入れてますよメガホンうちはプレゼントになっております1名様にプレゼントとなっていますのでツイッターそうですねこのツイッターですかツイッターをぜひチェックしてみてください。おお台台場場テテレレビビさんのの ツイッターをぜひご覧になってくださいこちらのサイン入りメガホンうちはぜひチェックしてください普通になんかこうゆりかもめとかでこうやって暑い日こうやってもらったら私の宣伝なんでもう小田さん宣伝ね見ちゃいますよねこれねそうですよねえ、セクシーバンチを出すかみたいな見えますねちょっとググろうかなみたいなもうぜひいろんなところで普及活動してください首からの作られるのではい。 う本当に今日はたくさんいろいろなお話聞かせていただいて、はい、ありがとうございましこちなこさんありがとうございます楽しかったですいやもう今ね週刊プレイボーイや週刊ポストなどもう大人気も活躍中の小田さんに来ていただきました、はい、本当に今日はありがとうありがとうございましたこれからも応援よろしくお願いしますまありがとうございます,あり,いますありがとうございましたちょっと私物をはい <laughs> もうこれから収録ですもんね。そうなんですよ。よ、はい、一本ちょっと撮影してから。あ、そうなんですね。今日三現場ということで。もう,もうお忙しい中来ていただいて。いえいえ、とんでもない。ありがとうございます。ますぜひまたお会いしましょう。ありがとうございます。いただきました。いや、本当にもうセクシーな。小田さんに来ていただいて、本当に盛り上がりましたね。もう私もテンション上がってしまいました。では。 それでは続きましてシーサイド地域のイベントやお得情報の紹介に参りたいと思います。こちらシーサイドストーリー5月号からご紹介したいと思います。今日私が気になったのはですねゴールデンウィーク中に結構お台場イベントたくさんやっていたんですね。うーんとですね4月27日 7日から5月6日明日までになってしまうんですけれども、えー、っとシーサイドストーリーの7ページに載っていますイベントガイドのページに載っているんですがニクフェスダイバーシティ東京プラザで開催しておりますゴールデンウィーク中とても盛り上がっていたんですがそうですねもう私も実は先ほど肉フェスちょっと覗いてきたんですけれども。 本当にすごい人でですねやっぱりゴールデンウィークすごいですねご家族連れですとかカップルですとかお友達とか本当にたくさんのお客さんが来てましても,うものすごく盛り上がっていました人が多すぎてですね私は実はちょっと諦めてしまったんですけれどもぜひ明日までなので皆さん行ってみてくださいそしてもう一つお台場オクトーバーフェスト2018 がシンボルプロムナード公園のセントラル広場で開催しておりますドイツミュンヘンで開催される世界最大のビール祭りオクトーバーフェストが今年もお台場で開催されますということでこちらもゴールデンウィーク期間中のイベントで明日までになってしまうのですが皆さんぜひ行ってみてください様々なドイツミュンヘンのビールですとかいろいろなビールが売られていましたので もうぜひビール好きの方々ぜひ行ってみてくださいそしてですね大注目のイベントが5月26日土曜日に開催されますお台場海浜公園でですねスターアイランド2018が開催ですこのイベントはですね、まあ、簡単に言っちゃうと花火大会なんですけれども普通の花火大会とちょっと違っているんです、えー、お台場を会場に繰り広げられる花火と 最先端テクノロジーである 3D サウンドライ,ライティングショーパフォーマンスが融合したエンターテインメントとなっています時間は16時会場有料,エリア有料エリアがあるんですねチケットが必要ということなのでもう結構ソールドアウトしちゃってるお席もあるみたいなのでぜひお早めにホームページなどチェックしてみてください。もうなんか 未来型花火でしたっけなんかすごいすごいんですよねとにかく最先端テクノロジーとの融合をした花火なので是非皆さんチェックしてみてくださいその他にもたくさんのイベントが予定されていますのでシーサイドストーリーを参考にぜひ皆さんもお出かけしてみてくださいご紹介したイベントの最新情報は 各イベント主催者や各施設のホームページなどでご覧ください。というわけでちょっと早いんですが番組の終了時間も迫ってきましたいや今回は MC ちょっと1人ということで初めてだったのですごく緊張していたのですがしかももう小田さんという,もうスペシャルゲストが登場ということなので。 もう今日どうしようどうしようとう最初からもう心臓バクバクだったんですけれどもなんとかここまで来れました本当にもう不慣れな MC でしたがありがとうございましたいやもうゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいますね本当に早いです私は特にどこも行かずに終わってしまいそうですね明日はですね私は実はサークルのバーベキューがあるので もうそれ楽しんでいいきたいと思いますねやっぱり5月ということで私大学でも新刊もサークルの新刊の時期も終えて1年生もたくさん入ってきたのでこれから1年生と仲良くなる時期ということで私大学3年生なんですけれどももう2個下の台が新しく入ってきたということでもう初々しいですよねやっぱり1年生。もうう個しかか違違わなないののににこんなに違うのかと もう自分が一気にふけた感じになりますよね。本当に。いやもう明日のバーベキューも楽しみです。皆さんも最後までゴールデンウィーク満喫してください。ぜひお台場にも来てみてください。ということで、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは第17期シーサイドイメージガールの小川美くでした。 皆さん良い週末をお過ごしくださいそれではまたね